今日は晴れ幕地が敗れ鶴竜が勝った場合に14日目鶴竜の3回目の優勝が決まる土俵です。土俵上は千代大龍鷹の岩時間いっぱいです。弾いた千代大龍が一方的に攻めていく。食いついた鷹の岩送り出し、鷹の岩勝って6勝8敗で千代大龍は敗れて今場所幕内に戻ってきた場所6勝8敗の負け越しとなりました。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して鷹の岩の勝ち。立ち合いからの流れは千代大龍と思いましたが、そうですね、まあ、攻めきれませんでした。ここねやっぱりちょっとこう体内がこう上から下にこう出てますよね。やっぱり押し上げないとなかなか土俵割ってくれませんよね。下から上へという、そうですね、この人は胸でね思い切り当たっていくっていう、こうタイプですからね、はい、この勝ち上げてこの突っ張っていくんですけど、ここはねここはちょっとこう上から下に、なってましたから、僕はその分下からこうじっくり構えられて登られましたね。その分鷹の岩、まあ、下がりましたが、はい、そこから中に入ることができました。鷹の岩が6勝8敗で千代大龍西の14枚目6勝8敗、千代大龍は負け越しが決まりましたが、まあ、それでも西の14枚目という番付を考えると明日の千秋楽勝つか勝たないかでこの幕内に残れるかどうか大事な千秋楽になってきます。まあ、すごい上がっていた頃はね、この千代大龍はものすごい馬力だったんですけどね、